アップルバーシリーズはですね、多様化するトラウトルアーフィッシングの世界の中でですね、仕掛けて取るというのをコンセプトに、ですね、トラウトルアーを楽しんでいただくようなシリーズになっていますね。でその中でこちらのモデル、PRV83SM-2 ですね、シルバーランナーというモデルになってまして、湖や、本流ですね、大規模なフィールドで、50センチから60センチをですね超えるような大型のですねトラウトと出会うための釣りの際にですね使っていただきたい一本になっています。で、大規模なですねフィールドで、大型のですねトラウトを狙うっていうと、必須になってくるのが7センチから11センチぐらいのですねミノになってくると思います。そこのですね操作を快適に行えるような、セッティングにしました。またスプーンではですね 15g 前後ですね一番快適に扱ってもらえるようになってますね。でその中でも、サクラマスで特にですね、使用頻度高いですね、ミディアムディープのですね9センチ前後のミディアムディープ、ティムコでいうとシュマリの MD90F っていうモデルがあるんですけど、そちらなどの、ミディアムディープのですねモデルを一番使いやすいようなセッティングになっています。で、想定しているですねラインセッティングなんですけども、 P ラインだと1号から 1.2 号ぐらいが一番快適に使っていただけますね。ナイロンラインだと12ポンド前後が一番こちらだと、気持ちよく使っていただけるようになっています。でまたですねちょっと太いラインをですね使うことを想定していますので、トップの方ですねティップに近い場所のガイドはですねややちょっと大きめなものをですね使ってですね糸抜けすごく良くしてますね。でまた、寒い時期ですね釣りすることも多くなるので、ガイドが少し大きいと凍結防止にも少しつながりますので、そんなところも考慮してますね。でこちらのモデルティップからですねベリーまではですね、シャープかつでなおかつですね懐のですね深いイメージを持ってもらえるようなセクションになってますので、幅広いですね、ルアーをキャストする操作するっていうのが快適になってる、かつ、ですね、やっぱり大型魚のファイトっていうとすごくですねこの竿の追従性が必要になってきますので、そこにもですねしっかりとこう追従してくるようなセクションになってますね。で、バットはですねすごく、パワーがあるバットになってますので、大型魚のですね、激しいファイトだったりすごい走りですね、力強い走りにもですね負けないような主導権をですね渡さないぐらいのパワーがしっかりですね残っているようなセクションになってます。でルアーキャスティング時にですね重量のあるものを投げることが多いと思うので、ティップからですねしっかり、ウェイト乗せていただいて、パワーのあるですねバットで弾き出すようなイメージで、フルキャストしていただくと開放感抜群のですね安定した飛距離をしっかりとこうずっとですね継続的にしていただけるようなキャスティングができるようになると思いますね。はい、こちらの、モデルですね、そんな特徴がありますので、大規模なフィールドで、大型のトラウトですね、本当に銀鱗のビッグフィッシュにですね会う時のですね、頼れる相棒として使っていただけたら嬉しいと思います。